皆さんこんにちは。糸の構造の超植物チャンネルのお時間です。本日は筑波大学名誉教授糸野公造先生に新型コロナウイルスの日常生活における注意といいますか、どのように付き合っていくか、そういったお話になります。それでは板野先生、よろしくお願いいたします。こんにちは、板野です。新型コロナのもう今の状況を見てると、日本ではとにかく人口に対する感染者数はごくわずかで、ヨーロッパとアメリカと比べるとすごく少ない。日本だと総数で見ると10万人あたり400人くらいしか感染してないので 0.4% ですよね。これとほとんどもゼロに近い。ただ問題は、初期の状況が症状があっても風邪に近い症状で、本当に風邪の場合もあるかもしれなくて、見分けがつかないんですよね。で、軽症のままずっといって治っちゃえばあんまり問題ないんだけど、中に今のような状況だと PCR 検査に行くこと自体も躊躇してるうちに、気が付かないうちに重症化しちゃって、で重症化しちゃったらかなり危ないというのはよく分かってて、重症化する前に薬を飲めば非常によく効くっていうのも分かってるんだけども、ひとたび重症化しちゃったらそこからなかなかもう元に戻れなくなるようなことがあるので、そういう意味で気をつけなきゃいけない。でこういう時に一番いいのは、これはまあ世の中でだいぶ前から言われてるんだけど、最近だんだんまた忘れちゃってるかもしれないので、この機会にもう一回ちょっと強調しておこうかと思うんですけども、パルスオキシメーターというのがあって、これ脈拍数と動脈中の血液酸素飽和度をリアルタイムで測れる機械で、何が大事かというと、新型コロナが肺に入って肺炎が起こっちゃうと、非常に何ていうか、そこから先話が厄介になってなかなか治らなくて、場合によったらなくなっちゃうみたいな話もあるんだけども、熱がわーっと出てもう息も苦しくなってっていうの分かれば、もう明らかにおかしいと思うから病院にも行くしかないんだけど、救急で。でも特に老人の人で肺炎が起こっても、それでも症状があまり出なくて機能が落ちてにもかかわらず、半分無症状のような状態で重症化しちゃう人がいて、そうなっちゃうともう病院に担ぎ込んでも助からない可能性が出てきます。でこれを見分けるの一番いいのはこのパルスオキシメーターで、これ僕の 98% で僕の数字で90何%になきゃいけないみたいで、80% になったらちょっと低すぎるんだったかな。なんかパルスオキシメーターってもう今時だともう Amazon なんかでも1万円弱ぐらいで売られてるので、もう体温計持ってるのと同じようにこれを持っとくことはおすすめです。でほとんど症状がなくてもちょっとおかしいかなと思って、これで血液の酸素の濃度を測ってみて、これで数字が落ちてるようだったらもうすぐに病院に駆け込まなきゃ危ないっていう状態なので、もうだいぶ前に保健所でいろいろ入院を制限されたとかいろんなことがあった時期でも、パルスオキシメーターで測って何パーセントだって言って、それが低かったらすぐになんか入院させてくれてたというような、初期の頃からそうだったという話で。でもほら自宅療養者とかで結構ほら要するに病院に入れてもらえなくて、自宅で観察してる人なんてのはこれ結構測ってなかったりとか持ってなかったり、持ってなかった人で、それで悪くなった人は持ってなかった人が多い。でだから個人的なレベルで自分を防衛しなきゃいけないっていうような状況が、どうも今のコロナの状況そうじゃない。なんかほとんどだから初期の症状がもうものすごい最初から重症のような感じが分かれば、あかかったなって分かるけど、でもなんか最初からコロナにかかってるのかかかってるのか分かんないみたいな、そういうような状況が大部分だから、そういう状況だとなんかやっぱりもう自己防衛しないと。あとは PCR 検査で陽性が出た後も自宅にいるんだけど、いるような人多いじゃん。そう、症状がほら ないために病院でね受け入れてくれないみたいな。でその時もこれ持ってて自宅で療養中に酸素濃度が低くなったから連絡すればすぐパッとなんとかしてくれるっていう、そういう機械なので、これは今時だと必須品で、だから免疫を上げたいとか、なんかそういう話はもちろん大事なことだし、睡眠をちゃんととったりとか、いいものを食べたりとか、運動するとか、マスクをするとか、マスクについて言うと、マスクの効用って基本的にコロナにかかってる人が人にうつさない時にマスクをしてるとすごく効果がある。ただマスクをしてるとうつらないかというと、そんなことはないかもしれない。防衛能力はマスクにはそんなないんですよ。それで大事なことは、マスクを一日中ずっと何時間もはめてると、ずっといろんなところで歩いてて、マスクのところにウイルスが付着した状態でマスクをはめてると、ウイルスは基本的にはマスクを通り抜けちゃうんだけど、繊維状のものだからそこに付着することはあり得るわけじゃん、マスクのところに。ちょっと水分がマスクにいっぱいなんかこう溜まってると、マスクを長くかけてると自分でそのウイルスをなんか増幅して住み込むことになっちゃうので、同じマスクをずっと長くし続けてるっていうのは危険があるかもしれなくて、理想を言ったら1時間とか2時間で交換した方がいいみたいなところがあるらしいのね、どうも。でだからマスクを過信しないことっていう。いや、病院なんか毎日変えてるんですよね。毎日変えるのは当たり前だけど、本当は理想を言ったら1時間だ、1時間とか2時間そういうものだと思ってはめてなきゃいけないところもあって、逆に言うと誰も人が歩いてない道をね、人通りほとんどない道を歩いてる時にマスクをつけてる必要はないかもしれないとかね。今もう過剰にマスクはファッションのようになっちゃってて、物理的にマスクがどういう効果があるかっていうことよりは、マスクをつけてないと変なふうに人から思われるかもしれないみたいなことがあって、マスクをなんとなく人目に触れるとこではいつもマスクをつけとこうみたいな話になってんだけど、いやそこの物理的なことをよく考えなきゃいけないって話があって、まあそれとパルスオキシメーターはそんな高いものじゃないし、一家に一台常備してるような感じでいいんじゃないかというふうに思います。はい。板野先生、どうもありがとうございました。この発信に共感された方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。どうもありがとうございます。